皆さんこんにちは。本日は東京タワーにご来店いただきましてありがとうございます。ただいまから東京タワー TV サタデーが始まります。本日の MC を務めます武田あさみです。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。この番組は東京タワー TV は毎週土曜日日曜日放送のユーストリーム番組です。毎回素敵なアーティストやゲストを招きしてライブありトークショーありで東京タワーの魅力をお伝えしていきます。またこの番組はパソコンやスマートフォンでどこからでもご覧いただけます。放送時間は午後3時から4時までの1時間、5時から6時までの1時間、そして7時から8時までの1時間の合計3時間番組です。大展望台1階のクラブ333から公開生放送でお送りしています。まずは東京タワーからお知らせです。天の川、夏の星空、ホタルの光などをイメージしたマッピング映像を大展望台2階、北側と西側の窓ガラスや床面に映し出し、実際の夜景と合わせて東京の夜空に満天の星が現れたかのような感動と清涼感を演出する夏のプロジェクションマッピング、東京タワーサマーランドファンタジアが開催中ですが、花見マッピングのコンテンツも追加されました。今年は東京湾花火大会が開催されませんので、東京タワー大展望内での毎晩開催される花火大会をお楽しみください。花火が上がるタイミングは毎晩20時15分、21時15分、22時15分の計3回投影されます。場所は大展望内2階の北側と西側の方面でお楽しみいただけますので、お楽しみいただけます。8月5日金曜日以降は19時15分を加えた1日4回投影となりますので、ぜひこの夏は好評点灯中の天の川イルミネーションと合わせて東京タワーの大展望台をお楽しみください。その他にも東京タワーではさまざまなイベントを行っていますので、詳しくは東京タワーのホームページをチェックしてみてください。はい、それでは早速この後登場するのぞみのバディさんをご紹介します。のぞみのバディさんは東京出身のシンガーソングライターです。ループステーションを巧みに用いたコーラスワークで見せるライブパフォーマンスで注目を集めています。現在もロングセラーを続ける前作2人から約1年半ぶりとなる自身初の全国流通版のミニアルバム We are always a big lonely を5月25日に発売されました。さらにリリースツアーも開催が決定。ツアーファイナルは10月1日土曜日に原宿バカントでのワンマンライブを決定しています。それでは大きな拍手でお迎えください。のぞみのバディさんです。どうぞ。皆さんこんにちは、のぞみのバディと申します。今日は東京タワーのライブということでゆっくり聞いていってください。ありがとうございます。
こんにちは。改めましてのぞいノーバディと申します。今日は
公開生放送ということでビデオがいっぱいあるんですけども。ちびっ子たちがいっぱいいるのでちょっとあんまりみんなでワイワイできるような曲はないんですけどもちょっと明るい曲をやってみます。ポン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 Why don't we just stay here and stay spending a whole day
夏休みですよね。東京タワーはとっても久しぶりに来たんですけど、あんまり上に上がってきた記憶は本当に小学校とかいつだろう、最後に来たのがいつだろうってずっと来る道で考えてたんですけど思い出せなくて、でも私の祖母がですね千葉に住んでまして、車で時々遊びに行くんですけど、この帰り道に高速道路からこういつも東京タワーが見えて、なんかその思い出が、その思い出というかその景色が私の中での東京タワーのイメージなんですけど、二人という曲をやります。Thank you.
5月の
たっぷり時間があるので。せっかくなんで結構外とかも見ながら聞いてくださいね。すごく景色を見ながらやれるっていうのは素敵だなと思ってるんですけど、雨が降るんですかね。でもちょっと怪しい。なんかライブ
する時にいつも、まあ、結構いろいろ話したり話さなかったりするんですけど、今日はあのカメラがあって録画されてて、多分これアーカイブで残っちゃうので、あんまりなんか変なこと言えないなと思って、何を話していいかと思ってるんですけど、あんまり喋らない方向で。ポケモンやってる人いないかなと思って楽しみにしてたんですけど、あんまいないですね。先月の15日にあの新しいアルバムがリリースになりまして、今のツアー中なんですけど、この間の週末にあの東北に行っていて、あの山形 と、郡山に行かせてもらったんですけど、あのすごく充実したツアーになりまして、美味しいものも食べて、いろんな出会いもあって、
すごく楽しかったんですけど、なんか山形の酒田という町があって、港の町なんですけど、全然知らなかったんですけど、行くまで大きな港があって、でリハーサルが終わった後に散歩しに行ってフラフラしてたら、散歩中の91歳のおばあちゃんがいて、もう結構高台で、すごい階段があるとこなんですけど、シャンとした白髪の綺麗なおばあさんがいて、でなんか話しかけてくださって、で2人でなんか小1時間くらい一緒に座って話して散歩したりとかしたんですけど、なんか地元の人しか知らないっていう、ちょっと町が見下ろせるような場所に連れてってくれたりとか、なんか神社のなんでしょうね、うんちくをいろいろ教えてくれたりとかして、散歩に連れてってもらったりしたんですけど、なんかその高台からの眺め、ちょっと全然違いますけど、なんか思い出しましたね。どうしようかな、ホタルという曲をやってみます。愛してAh, この
しくまるように、今日フジロックやってますけど、結構今年は知ってる人がいっぱい出ててですね、ちょっと行きたい気持ちもあったりしたんですけど、でもなんかこの、まあ、私あんまり夏休みとか関係ない生活ですけど、この今年の夏の思い出、東京タワーのライブができました。まだ今日が7月の末か、早いですね。もうこれからどんどん夏になりますが、皆さんもやっぱいろんなところに行っていっぱい思い出を作ってください。いい夏になりますように。では最後の曲になります。後で物販をそこでやらせていただく予定なので、 CD やら何やらいろいろ持ってきてますので、よかったら声かけて帰ってください。ご覧いただいてた皆さんもありがとうございました。 Thank you so much。 では最後に東京ララバイという曲をやります。Yes, we are always living lonely, 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 lonely. We are always living lonely, lonely, lonely.
どうもありがとうございました。謎井の終わりでした。ありがとうございます。大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。はい、これちょっとお話をお伺いしたいなと思うんですけれども、はい、本日の東京タワーでのライブはいかがでしたか？すごい楽しかったです。なんかいつもとちょっと違う場所で景色も綺麗でしたし、うん、子供もいっぱいで、そうですね、はい、楽しく歌わせていただきました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。もし今後いつもどのようなところでライブされたりしてるんですか？いつもは結構ライブハウスだったりとか、はい、あとはカフェとかダイニングバーとか、はい、ライブができるお店とか、はい、でもやらせていただいたりしてます。はい、ありがとうございます。そしたら今後もしライブ予定がございましたら告知をお願いしてもよろしいですか？はい、ライブはいっぱいあるんですけど、はい、いっぱいあるんですけど、なんだっけな、ですね、リリースのツアーが今回ってるんですけども、はいはい、来月の6日に、代官山のロッジという、それもカフェですかね、はい、で昼から夜まで DJ さんが来たりするイベントがあったり、あとは21日に下北沢のフーチクーチでライブがあって、ツアーが続いていってですね、9月の4日に、名古屋のハニーバニーというお店でライブがあって、9月の19日にですね、下北沢で、ありがとうございます、それに書いてあるんですけど、はいはい、後ろにありますね。9月の19日にサーカスフェスっていうですね、下北沢でサーキットのイベントをやってまして、それがあったり、あとはツアーのファイナルのワンマンライブが10月の1日に、はい、原宿であります、はい、ありがとうございます。詳しくは何か SNS などツイッターなどもされてますか？はい、やってます。はい、そちらでもぜひぜひチェックしていただければと思います。はい、はい、この後皆様から見て右手の方で CD の販売も今日あるとのことで、はい、本日は CD アルバムをお持ちいただいてるんですか？はい、そうですね、はい、アルバム2種類とあとシングルが1枚あって、あとですね、今回アルバムを出した時にはい、ジンを作りまして、はい、そうなんです。いろんな写真だったりとか、アルバム制作した時の何ですかね、エピソードを書いたりとか対談を載せたりした冊子を作っていて、今日はそれも持ってきてます。ありがとうございます。はい、この後皆様ぜひお立ち寄りいただければと思います。お願いします。はい、のぞみのばりさんでした。大きな拍手でお見送りくださいます。ありがとうございます。ありがとうございます。このチラシも皆さんCD の販売のところに置いてありますので、ぜひお手に取ってみてください。この後19時から IMGL 東京のライブをお送りします。それまでごゆっくり東京タワーの素敵な夜景をお楽しみください。